はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。現代ビジネスね、しばらく私も原稿を出してないんですけど、書かなあかんわと思ってちょっとプレッシャーですけどね、ネタないねもう、無理に作らなあかんですね。はい、10月9日に出た記事でございまして、自民党情勢調査で自民41元、公明10元、岸田首相は絶句、11月解散を本当に決断できるのかと。びっくりしたね、こんなに人気がないとは。と話すのは、自民党の閣僚経験者の一人だ。この人物が手にしていたのは、岸田文雄首相の解散総選挙のタイミングを図るため、自民党が複数のリサーチ会社に依頼していた世論調査の結果だ。その数字は以下だ。自民党、自民161から220、41元。公明32から22、10元。これすごいですよ。これが一番すごいですよ。32から22になったらですね、こんなもん執行部の責任問題ですよ。で、立民96から108増えてるやん。12増えるわけですね。なんでやろうっていうことですけど、まあ、自民党が減った分上がるんですよね。維新41から69ですね。これでもですね、こう立派な野党第2党ですね。国民10から16、これ6増ですね。共産10から14。共産増やすの？ちょっと、これ下世ませんけどね。2021年10月に投開票された前回の衆議院選挙は、岸田首相の就任間もなく実施され、当初大幅減とされた予想を覆して、自民党は単独過半数を得た。連立を組む公明党も3議席を伸ばして与党は圧勝に終わった。だが今回、自民党の世論調査によれば、現在から40議席以上を失う驚きの結果だ。公明党は10議席減と自民以上の惨敗というのだ。だが、かたや野党に目を向けると、立憲民主党は12議席を上積みし、100の大台を超える。今年春の統一地方選でもう躍進した維新は30議席近くアップする予定だ。自公の連立入りもささやかれる国民民主党は6議席を増やし、共産党も4議席増える調査結果だと。前出の閣僚経験者が打ち明ける。今出回っているこの世論調査の数字はいくつかあるリサーチ会社のうちの一つのもの。多分一番厳しいやつでしょうね。数字を見た岸田首相は何度も数字を確認したといい、うーんとうなったままだったそうだと。岸田首相が総裁選まで1年を切る中で追い込まれた形での解散総選挙は避けたい。衆議院選挙に勝って国民の信任を得た上、総裁選では無投票再選を果たすのがベストシナリオだ。来年春を過ぎれば追い込まれた印象を受け、総裁選にはマイナスになる。あと半年ほどで解散総選挙を打たないと首相の座が危ういということになりますと。10議席減が予測された公明党は自民党以上に厳しい。これまで公明党は大阪と兵庫に限っては自公連立の掟を破った上で維新と組んできた。しかし維新は公明党との握りはもうしない、と公明党は大阪兵庫で維新、維持する6小選挙区の候補者を発表した。維新の勢いから公明党が勝てる道筋はまるで見えない。公明党幹部は肩を落としてこう語る。この世論調査の数字は自民党内で解散総選挙を先延ばししたい勢力が持った感があります。自民党はここまでは減らさないでしょう。しかしうち公明党だけはほぼ的中している数字ではないか。ひょっとするとこれ以上減らすかもしれない。もし有責を落とせば完全に存亡に関わりますと。まあ以下続きますけど、この辺にやめときますね。1ページ目貼っときます。ですね、毎日この話題1回ぐらいやってるんですけどですね、これ一番厳しい数字ですね。41元というのは、なぜそんなに減らすのかというとですね、やっぱし岸田さんの人気がないからでしょうね。なぜ人気がないかというとですね、
まあ、キャラが一つ、一番だと思うんですけど、キャラが一つとですね、あと財務省の言いなりでですね、どんどん増税してるでしょ。今こと今月から始めたインボイスもあれも増税なんですよね。で、なんやかんやと航空料金引き上げてるでしょ。で、社会保障費もなんか引き下げてるでしょ。これすなわち増税なんですよ。で、そのなんていうか、国民のためになんか一生懸命こう財務省と戦ってる感が全くないわけですね。言いなり感があって、でですね、まあ、それもまあまあね、それが大きいわけでして、で、なんか華々しい業績がないわけですね。あの広島サミットが一番かっこよかったと、いや、かっこよかったんですけど、もう終わってしまいましたから、あんなもん半年も経ったら人忘れるわけですよ。なんで、あとですね、やっぱりね、キャラなんですよね。何言ってるかよくわからんでしょ。いや、中身ないんですけどね。中身がない上に何言ってるかよくわからん。例えば小泉純一郎なんていう人はね、もう20年前の総理大臣ですけど、あの中身ないんですよ、あのおっさんも。中身ないんですけども、なんか何言ってるかわかるんですよ。あのあれと一緒ですよ、あの息子と一緒ですよ、あのバカ息子進次郎もですね、中身ないんですよ。中身ないんですけど、なんか面白いこと言うじゃないですか。あれなんですよね。ああいうのキャラが、キャラの際立ちさがないわけですね、岸ちゃん。もう、まるっきり面白いのないことを、とうとうと長い間喋ってるというイメージがあってですね。あかんやん、それでしょう。だから自民党のイメージはどんどん下がっていくわけなんですね。で、なんかいいことした感がないわけですよ、岸ちゃんになってから。で、いいことをしないのに面白みがないと。まあ、これでは飽きませんよね。かといってね、解散総選挙やらないわけにはいかないみたいなんですよ。いや、このままね、来年の総裁選までずるずるずると言ってもいいんですけど、そうなるとですね、菅さんみたいにですね、あ、まあ、あんなんであかんで戦えへんでっつってですね、岸田おろしに入っていくんだと思いますね。それだけは避けたいわけです。岸さんは一日でも長く総理大臣をしたいというタイプなんですね。だから何としても再選を果たしたいけど、再選を果たすにはですね、選挙で勝った総裁というふうにならないとですね、いけないんですけども、このままでは負けると。アホですね。6月にやっといたらよかったのに、ほんまに。もう返す返すもそうですね、あの菅さんの時もそうでしたね。あの方、9月にですね、その選出されて、9月、8月末やったかな。で、10月頃にやっときゃよかったんですよ、総選挙。そうしたら勝てたんですね、時期的に。それをやらずにずるずるずるっと来てですね、で、最後の最後でですね、もういい、あかんわって記者下ろしになったわけですよ。いや、こう機運が盛り上がった時に解散ってね、やっといた方がいいんですよ。ほんまに。だから岸田はもう来年のですね、総裁選までですね、理論的にはですね、チャンスは巡ってこないですね。まあ別にやってもいいんですよ、無理くりって。まあでも4月までは絶対アウトなんですね。4月までは絶対アウトで、予算通さなあかんわけですから、まあ予算通したら当たったでいいんですけど、あとはもう5、4、5、6、まあ5、6なんで、6ぐらいは本来的になんですね。なぜかというと予算の関連法案を通さなあかんわけですよ。だから5月、6月は国会忙しいんです。4、5、6と忙しいわけですけども、6月には大体見えるやろということでですね、解散できるんですけども、ですね、そこだと追い込まれ感が結構強いですね。まあやってもいいと思いますけどね、やれるとは思いますけどね、まあ、自分の総裁選のための解散、なんか今それになりそうな気配が濃厚になってきましたね。別の動画でも言いましたけど、この22日の衆参補選の結果が大きく響きまして、これで2勝やったらね、自民党2勝やった可能性あるんですね、この秋解散が。2敗やったらまるでゼロになります。もうありえないですね。もうその場合も来年春ということになろうかと思います。ね、1勝1敗やったらですね、よう分かりませんね。ただね、これ本来ね、2勝しなあかんところなんですよ。これが2敗やったらね、ものすごいショックが走って、逆にですね、岸田おろしが始まる可能性がありますね。
なんでですね、記者も今日気合を入れなあかんところですけど、なんか気合入りませんね。はい。まあ、ということでございまして、この記事なかなか面白いです。この現代ビジネスのですね、独自調査で41元というのをですね、1ページ目貼っておきますんで、興味のある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。